よし、ニコちゃんと。あっとっと、それ。なんの。ナイスご隠居。よし、返した。チャンスボール、チャンスボール。あげるよ。ナイストス。とは。あやれー、セットカウント2-1。勝利。おいおい、大人げないね、ハッツァ。そうまでして勝ちたいのかい。真夏のビーチに男女4人勝負でしょう。くー、恩をあだで返すとはまさにこのことだね。若親さん遠慮はいらないよ。次はコテンパンに乗してやろうじゃないか。その前に喉渇いた。んー、じゃあ海の家で休憩にしますか。おお、来たか。キンキンに冷えたビールがうまいぞ。お、そいつはいい。私も一杯もらおうかね。うん、私コーラ。こっちはメロン氷。で、かやさんかき氷にするんだ。どうしよう。私もコーラやめてウジキンときにしよっかな。俺腹減ったからビールと焼きそば、あと焼きとうもろこしよろしく。じゃ、俺も大あさり追加ね。おい、店員さん、オーダーよろしく。引っ張りますね、皆さん。あー、こら、太陽と海の輝くこの青空に冷水浴びせるなよ。だいたいかやさんやみとこちゃんまで何やってんですか。だってさ、おさむくん最近忙しくて海でのんびりもできないだろうから、雰囲気だけでも味わわせてあげようってご隠居さんがしんみりと言うからね。えねえ、心配していただいてありがたいですが、僕は明日から実家に帰省してのんびりしてきますから。でもリストラ、お前岐阜には海がないって。代わりに木曽の御嶽山がありますから、夏でも寒くて快適ですから。あれ長野じゃないの。岐阜でもあります。なあリストラ、お盆に帰省なんてつまんない人生はやめなって。それより俺と有明の海に行こうぜ。あんなところで海水浴なんかできましたっけ。うまい儲け話があるんだよ。ちょっと並ぶだけで軍資金が倍になるという夢のようなイベントがだな。遠慮しておきます。そういえばご隠居も明日から九州ですよね。そろそろ支度とかしなくて大丈夫なんですか。私は夕方の便ですからね。にしても女房に会うのも1年ぶりですか。おさむくんが帰省しちゃうんじゃな。私も実家に帰ってそろそろ親と喧嘩しとくか。親とは仲良くしといた方がいいですよ。僕が言うのもなんですけど。しかしそうなるとお盆は寂しくなるよね。俺とクマちゃんと大家ちゃんだけか。俺も15からしばらく出かけるぞ。イベント前にオフ会もあるし。え、そうなんですか。じゃあ15日の夜はみとこちゃんと安永くんだけ。まずいな。それはどういう意味だよリストラ。大丈夫だよ。15日には姫おさんが帰ってくるし、いざとなったら止めてもらうから。それはどういう意味です、大家ちゃん。みんなちょっと聞いてよ。はっきりさせておくけど、俺は基本的には年上趣味だよ。実はリストラの元奥さんなんかストライクゾーンど真ん中で。いや、ちょっと待ってください。あれ、私が入居したその日に粉かけてきたのは。いや、ちょっと待ってください。お隣の姫様にも昔初対面で口説きまくって黒服につまみ出されてたしな。安永くん、だから安心しなよって。今出てきた女の子たちも全員俺とタメか年上だろ。大家ちゃんに手を出したりしないってリストラじゃあるまいし。かなり引っかかるところもありますが、信じていいんですね。そりゃあと3年して高めに浮いてきたら絶好級だけど。やっぱり僕残った方が。ああ、それはダメ。リストラさん、実家に帰るの久しぶりなんでしょ。玉の親孝行は何よりも優先だよ。
ご実家、お母さんいるんだよね。仲良くしといた方がいいよ。私が言うのもなんだけどさ。みとこちゃん。うん、ありがとうみとこちゃん。せいぜい親孝行させていただきます。気をつけて帰るんだよ。生水とか気をつけなよ。いえ、こっちの水よりもよっぽど安全で美味しいですから。台風近づいてるみたいだからね。少しでも天気が怪しかったらすぐに山から降りるんだよ。いえ、御嶽山は単なる例え話で別に登るわけじゃないですから。そうだ、荷物の中にちゃんとお薬入れた？ちょっと待ってて、うちの薬箱からいくつか持ってくる。電車で4時間もかかりませんから、そんなに大げさに心配しなくて大丈夫ですから。あの二人って前からこうなの？なんか田舎のお袋を思い出していたたまれなくなってきたんだが。